ビジネスブックコレクション。これまで西洋医学が全くその臨床的有効性に気づかずにいた水素や、東洋医学の知恵を活用する統合医療を上手に利用して、国の医療制度だけに頼るのではなく、疾病の治療はもとより病気にならない健康長寿を目指していく。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、健康長寿最後の決め手、水素がすごい。この本を書いたのは株式会社水素研究所所長の和歌山俊文さん。この本は認知症やアトピー、生活習慣病などの改善方法や健康長寿へのアドバイスを詳しく解説してくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。